皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴーストオブツシマ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、一旦このマップでのサイドクエストを全て完了させたところで、今回ですね、ついにメインクエストね、これ向かっていきましょう。アリッシの亡霊、猛虎の襲来以来我が家には戻っておらん。青海の村へ戻って父上の鎧を取ってくるか。猛虎や賊に奪われていないと言うが、村の者は皆無事に逃げただろうか。特に乳母のユリの磨きにかかる。これ言ってみよう。お父さんの鎧か。まあドラクエでいうところの、なんだろう、伝説の鎧、ロトの鎧的な、結構重要なクエストね。よし、じゃあノブ呼んで、これがですね結構遠いんだな。どっち、これ風吹いてんの？ちょっと待ってね。こっちね。よし。山越えていこうか。そう、お父さん殺した犯人、なんかゲーム的な展開で言うと、そのうちジンがね、復讐を遂げるっていう展開も考えたんだけど、もう死んでるもんね。確か志村さんがやったんだったっけ？敵討ち。生きていたとしてももうだいぶ年取ってるもんな、あの敵も。あれ何年前？ 20 年ぐらい前かな。回想シーンね。そうね、復讐劇っていうテーマですごいゲームのシナリオで良かったのは、やっぱりね、レッド・デッド・リデンプション1かな。あれはね、すごい。自分のゲーム人生の中でもシナリオで本当にもトップクラスに今でもいますね。レッド・デッド・リデンプション1。我が故郷、大見村。大見村。あーでもこれどうなんだろう、廃村なのかな。人が住んでる感じあんまりないんだけど、どう？ただね、このお家はですね、これコピペなもんでよくわからんのよな。寝巻き置いてあるけど、廃墟なのか違うのかよくわからん。でも人がいないね。いないところを見るとやっぱりもう廃墟かな、廃村。小切れなんだけど、だいぶね。そう、ここら辺がね、これ本当にちょっと残念なんだよな。お家のグラフィックの作り込み、これがね、甘い。何様だっていう感じなんだけど、ここだけはちょっと甘いかな。さて、館に向かう。でもこの周辺、武士とかあるのかな。あと稽古台あるとしたら、あ、でも火灯ってるね。つまり猛虎はおらぬか。人いるのか。一応鎧を探せ。ないよ。どこだ。ふたたき者め、なられたかと。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。ユリさん、体が重い。大地に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、
どなたか他に手を貸す者は？おるぞ、政子殿だ。まあ、幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか？他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか？ああ、未だにな。だが弓の腕は別格だ。そうかな。本人もいろんないかと。よしと、さあ会話を終えて。そう、これね、文と書状、これがあったもんで飛ばせなかった。これが音無寺。酒井様が村を出て近江の寺へ逃げるように教えてくださった。だが門は閉まり、呼んでも答える声はない。みんな寺を捨てて逃げ出してしまったみたいだ。でも夜分壁越しにかすかに声が聞こえた。お祈りの声。門戸から島をお守りくださるよう坊主どもが神仏に祈っていた。祈りが届かなければどうするのだろう。これはその太一かな、書いたの。太一くん、どこですか？で、本来ここでその長い会話がね、ありますと。あとやっぱり性能か。パパ鎧。できれば強いとありがたい。男子に打ち勝つくらい。ここあれだったっけ？あの練習場？稽古場かな？とは違うかな？これがその太一。で、独走かな？酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。さて、墓参り。お父さんね。あ、でもこれここにあるんだ。これがその稽古場？あれ、これもちょっと違うっけ？これ墓か。さあ、和歌を読む。受け継がれるものを持って弔いて。ともう一個、ともしびや。他はないかな。もう一個、色づきて。じゃあストレートに弔いて。座禅をしたるかの日々に、久しくなりし思い出に。他はないね。いや、もう一個、ついに戻りしふるさとに。これいこうか。で、ラスト。我の身一人生き残りたり、一切のこと梅雨と消えたり、木の実昔のままにてありける。どうしようかな。ここもじゃあストレートに。あと解いて。難儀の末に帰りくれば。我の身一人残りおるなり。よしと、さあ鎧持ってきたらしい。このグラフィックもね、これも本当なんか壮大なんだよな。ちょっとくどい感じはあるけど、この舞ってるね、葉っぱとか。いや、でもやっぱりこれ綺麗ね。美しいわ。で、こっから落ち、爆走して帰ろう。
でもそうね、これゲーム的にまた攻めてくんじゃないかな。鎧身につけて範囲終わりっていう気があんまりしない。待って、物資あった。他にこれなんかあるかな。鉄ハウできれば欲しいんだけど。これ子供服か、ジンの。鉄ハウはさすがにないわな。ジンの落ちたもんね。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい、卑怯者め。中へ入れ。さあ、やっぱりこれこうなるよね。で、多分賊でしょうか。で、新たな面宝、酒井家の面宝。酒井家の誉れある武士が身につけていた。と、鎧。酒井家の鎧。酒井家の僧侶のみに着用が許される鎧。かつては神の父が身につけていた。これは強いのかな？ちょっと見てみようね。今すいません、装備、あれ、装備が出てこんぞ。待ってね。よし、兵具。これで、酒井家の鎧、これですね。近接攻撃アップ、あと体力値、中程度アップ。あとに一番最後。一騎打ちで仕留められる敵の数が1人増える。近くの敵は 10% の確率で腰抜け状態になる。そっか、一騎打ち装備ね。今じゃあこれでいこうか。ただ一騎打ちさせてくれません。じゃあデビルトリガーで。わーっつって。さらに、この人、そう。ちょいに近づくとスイッといきます。こういう風に。鬼人と化したよ、ジンさんも。怪我はないか。島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前。あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも。あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ、殿。これがその修行場ね。毒草なんだろう、まあ、トリカブトだったらいけますね。酒井の者は毒など使いません。猛虎と戦った酒井がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と
死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです？吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ、ユリ。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から疲れてきた身です。断れましょうか？まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍造とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこにはもうこの野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。ここで待っております。毒の吹き矢か。さて、でこっからですね、何、古い四つ筋、多分この四つ筋、これって交差点のことかな。十字路ね、四つに分かれてますっていうことじゃなかろうかと予想する。毒って言うと自然界でやばいのは芋貝っていうね貝がいるんだけど、あの毒はやばいですね。最も毒性強いランキングとかで結構上位に来ると思う。芋貝、割とでっかい貝なんだけど、そこそこでかいかな。120m。 ああ、でもそこなのかな多分。あとは毒って言うとなんだ、毒蛇の毒とかか。なんか人間の血液をこう試験管とかビーカーに溜めてね、でそこにこの蛇の毒をね、ハブだったかな、この先人だ、ポタッと落とすと血がね凝固するんですね。プルンプルのゼリーみたいになって、そういう毒、ハブ毒。これはどんぐらいおるかな。結構いますね。一騎打ち最初はまずいだろう。てかまあこの鎧に関してはね、ぶっちゃけあんまり求めてないんだよな。あとまあ見た目がそんなによろしくない。なんかこの胴体とかね、なんか飲み屋さんの看板みたい。なのでまあ基本やっぱ武家かな。武家でいきましょう。あと面宝、これも坂井家そんなにかっこよくないと思うんだな。なんかダメ出しをして申し訳ないんだけど。とあとね、そうだ、このさ、なんか次男の鉢巻きっていうね、鉢巻きありまして、ちょっとこう特殊な場所にあったんだけど、待ってね。おそらくね、これってなんだろう、他のゲームのあれかな、インファマスセカンドさんとかかな、次男の鉢巻き。遠い未来の戦士が身につけていた。多分過去の作品とかから関連してる装備かな、だと思います。次男の鉢巻き。インファマスね、すいません、自分やったことないんだよな。五作の兜じゃなくて、武家の兜。これどうしようかな。今までこれどれだったっけな。ちょっと待ってね。五作、ああ、これか。五作か。じゃあ五作でいいや。カブタン五作でいこう。よし。じゃあこれでいきます。まあ、タスク結構あったんだけど、これ消えるもんでね、パッと。登り旗。ああ、これね。ここね、これね、あれだわ。広いわ。めちゃくちゃ広い。ただ、向かっていくのそっちなんだよな。岸辺の集落を解放しろ。これって関係あんの？待って、お辞儀じゃない。ここを潰すっていうこととメインクエスト関係あんのかないのかね、よくわからん。困ったな。ここは連殺していける？あ、無理かな、ちょっと。じゃあ、まずこいつを、しゃがもう。待ってね、こうしてからのこう、よし、でバレてないはず。 50m ちょっと先にパパッと行ってみようか。そこにあると、なんだあれ、よし、さあ手伝う。おーし、まずい、右にいる、誰だ、あーそこにいたんだ。いただき、ただ目的地そこなんだよね。
じゃあ闇打ってからの足を集めろ。了解です。あれこれ旗じゃない？足を集めろ。これね、積む。吹きやすそうだ。ユリに届けよう。あ、もう終わった。これね、どうしようかな。まあ壊滅させてもいいんだけど、ここねめちゃくちゃ広いわ。やっとく？せっかくだから。よし、さらに1人。デビルトニガー残り、2人分か。まあパパッと潰そうかね。こいつは大丈夫？向くなよ、こっち向くなよ。なんでこんな川見てんの？いいけどさ。あとはこいつかな。よし、さあ DT 溜まりました。あとはね、そこに2人いるわ。ちょいめんでえなこいつは。あと1人。あれはあれね、何兵だろうな。よし、あ待って、これまずい。ミスった今、キー操作ミスった。大丈夫。そこに2人。おお、パッ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 、まずい。こっち大丈夫。よし、今のは立ち回りが良かった我ながら。あと右にいたな。まずい、これ見つかった。じゃあここで DT と思ったんだけど、敵がですね少ない。よし、いっぱい来た。よし、じゃあ盾持ちかな。でワンちゃんちょっと放置。ワンちゃん困っております。どうしようどうしようっつってあれかわいいね、あんなになるんだ。よし、さあ3人、これで定数キルしてからの8割、一流剤取る。よし、あ死んだ。マジか今の。あの青攻撃か。いやー、これ申し訳ない。めっちゃ踏まれて多い。マジか、こんな強いと思わなかった青攻撃。これね、あれだわ、あのスキルいるわ。すいません、お辞儀しちゃった。このですね、これか、この左下ね、鉄の石、これ絶対いるわ。気力を3消費。あの青攻撃パーンつって食らうだけで、あんなこれ食らうの？くっそ。敵残りこれ何人かな今。これどこ？そっち、あれがその砦ね。あとそう、こっちもか、ここも砦。ただここら辺はもういないかな。全員やった扱い？いや強かったな、さっきの。なんかわー食らったーと思った瞬間にもう死んでるっていう、あんなえぐいか。あーでもいいね、敵の数はこれちゃんと減ってますね多分。情けだ。またもう全部一番最初からはきついな。よし、あとそこにワンちゃんプラス人がいる。一騎打ちやれば3人殺していける。これ当たるかな。よし、頭。いやーこの数か、まだまだいるな。あとはそうだね、クナイか、クナイをこううまく使っていきましょうと。まあ、それか投げ物とかね、爆竹とか。ちょい待ってね。じゃあそこら辺にほれ、集めて、人を集めてからの。ネビオパルシンタね。そう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 。で、うわ、これは楽しいぞ。ドーン。からの、さらに、あ、ドーン。よし。で、切ってからの、まずい。あれまずい。ここはさっさと DT。今ワンちゃん脅威じゃないんで、わざわざこうなんか寄ってきてビビるっていうの。あーで、盾持ち来て、これは良くないよ。二人かしかも。じゃあ肩変えて、で、先にワンちゃんをやってしまおう。と思ったんだけど、
待ってね。そこの、そう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 、爆弾。あれ？よし、ぶっ飛んだ。おーし。あれ、これが、あれだわ、リーダー。フヌダンス。よし。あとは？フヌ、フヌじゃない。試練。こいつ逃げ足早っ。さあどうかな、大体やったんじゃない。でね、タスク、タスクね、これ勝手にこれ消えるんだよな。そう、左上、そこにまだまだおります。これどうしようかな。じゃあ普段使ってない鳥持ち行こうか。あ、プラス DT 使ってみる。よし、まあ適当に3人さばきます。あとはこいつ、武士で取り持ち、くっつけてドン。はい、まだ生きてるっていうね。さばいてる。あれ、さばけないとマジで死ぬ。かわす。よし、マジで死ぬっていうか、まあ、死にましたね、さっきね。で、登り旗これ取って、で、さらに、文と書状。待ってね。ハーンとの対話。あのシリーズか。これすいません。読みたい方はね、一時停止して、読んでいってくださると嬉しいです。ここしばらくコトンが話されるのは、クロードと申す者のことのみでございました。頭の中もいっぱいいっぱいになったんだ。ジンで。よし、じゃあこれで、敵は多分もう全滅したかな。あと、登り旗。登り旗がですね、ここにあるよ。よし。これもなんかまとめて置いとけよ。なんでこんな点在させる？ゲームだからな。この中に1個。待ってね。と、物資と、武士で、こっからこれボス戦かな。よし、鉄砲3つ、これいいね。さてで、最後火薬たる、これあればタイマンバトル。タイマンがね、これ強かったね。ここへ来てこれ急にむずくなったな。突然なんだろう。さあ点火します。よし、ぶっ飛びます。ドーン。あ、終わっちゃった。ボスいなかったか。さあこれで拠点を解放で技量獲得。これはですね、ぜひともこれを取っときたい。鉄の石、英語なんだろう、アイアンウィルかな。おー、さてこれでユリさん合流しよう。起きて起きて。で、飛んでいけるかな。これは解放して、そう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 、プルプルパーになって、なんかある。まあ、後で行きましょう。あとね、ここもなんかね、水戸の地、多分、あれだわ。稽古台？稽古台これ行っとこうかな。どっち？こっちらしい。50メーター。うん、おそらくそうだね。稽古台かな。よし。大津の稽古台、やります。はい。最後。よし。
込んで、ゆりさん。ゆりさんがですね、ここじゃなくて、待ってね、そう、画面の表示が消えないとダメなんだ。で、超級、強化していける。了解です。ゆりさん、これね、ちょい遠いな。200m。ノブで行く。さて、で、これ稽古場ね。土俵っぽいところ。そう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 。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。確かにイノシシか。人と比較するとこれどうなんだろう。クマだったら多分すごいと思うけど、クマとかゾウとかね。ゆりさん、この馬もめちゃくちゃなんかいい感じに乗りこなしてるな。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どこかな、どっち、こっち。クバラの森。あらあら、若様。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何。確か三つか四つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。今の買い物なんか人によっては結構うるっときそうな。ご座と焚き火野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んで俺が積もう。あ、これこっから集めるんだ。毒草集めろ。多分トリカブトじゃなかろうか。紫色。種は毒です。食べないで。あ、でも違うのか。子供扱いはするな。失礼を。待ってね、これだろ。そう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 。会話ね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。はい、頼ます。待ってね、物資あった。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り身を砕き糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるか。できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。
そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。さあこれで新武器吹き針ガンロック、種々の毒針を吹ける。これですね、吹き針どう使うんだろう。ですね、よし、 L2 で下キーね。で毒針、このどこかだ、急げ。ピュッ、これ待て、どう吹くの。こうやってピュッ、よし、はい。さあ2人で3人目、行っちゃった。まあいいか。うわ、あんな血吐くの。吐血して死んでいくの。で戻る。ありませんか。大丈夫です、バッチリでした。案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方、もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ、役に立ちそうだ。よし、ノブ。何だったかしら。赤くて落ち葉、いえ花びらがあったはず。あ、お花だ。違う、思い出せない。ああ母上がいらっしゃってくだされば。混乱系のなんていうの、吹き矢毒ね。まあ結構ファークライとかでありがちですね、今のは。じゃあそうですね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦こだわりにして、で次回アリシの後かな、傷跡、これがユリのターンで、もう一個メインクエスト、これですね、メインクエスト×。じゃあ次回そうですね、やっぱりまずこっちかな、アリシの傷跡、まずこれからね、攻略していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ゴーストオブツシマでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。